こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。速報、速報。いつもと違う始まり方ですが、どうしました？電動好きな主が飛びつきそうなバイクが発表されたぜ。ついにホンダが来た？今回発表されたのは BMW の電動バイク、CE4 だぜ。以前にハーレーの電動バイク、ライブワイヤーを紹介したけど、それに続く個人向けの電動モデルだ。電動バイクなら、ホンダも発売してますよね。うん、ジャイロイーのことだな。でもあれは法人が対象で、個人向けには販売されてない。そうなんですか。電動スクーターは、原付を電動化しました的なモデルが多いんだけど、CE4 は電動モデルでは希少な、ビッグスクータースタイルなバイクだ。ちょっと気になったので、サクッと情報をまとめてみたぜ。国内版の値段や詳しい情報はまだ未発表なので、今回は速報版ということでお届けします。では、ゆっくりしていってね。さあ、今回はこんな感じで進めてくぜ。1. BMW の電動モデルって。 2. GE04 について。 3. デザイン。 4. スペック。 5. ライバル比較だぜ。じゃ、始めるぜ。 1. BMW の電動モデルって。 CE4 についても知りたいのですが、そもそも BMW の電動モデルの歴史を知りません。教えて。はい、喜んで。BMW グループは、当社のバイク、車ブランドにおいて、2023年までに25の電動モデルを完成させると発表してる。ふむふむ。BMW もトラドの日本向け HP で確認すると、国内モデルでラインナップされてる電動モデルはCエボリューションだ。BMW が持っている技術力を注ぎ込んで作り上げた電動バイクだな。どれぐらいの距離を走れるの？満充電での航行距離は約150キロってところだ。この C エボリューションは、現在日本販売されてるけど、ドイツ本国ではラインナップから外れてる。C エボリューションから CE4 に入れ替わったってことですね。名前も短くなりました。04だから4番目ってことかな？そうだな、過去に発表した電動モデルといえば。コンセプトモデル。BMW もトラッドコンセプトリンク。C エボリューション。CE04。ま、4番目といえば、そうかもな。ざっくり話すとこんな感じだ。2.GE04 について。それじゃ、GE04 について話そうか。始まりは2017年、大都会でのモビリティとして、コンセプトモデル BMW もトラッドコンセプトリンクが発表された。あ、GE04 にそっくりさん。そうだな。デザイン的には大きく変化はしていない。オレンジのハーネスが電動モデルって感じですね。そして2020年11月、量産モデルのコンセプトスクータ、デフィニチオン GE04 を発表。で、今回の GE04 発表ってわけだ。都市型コミューターとして設計されたバイクで、まるでスズキのジェンマをモチーフにしたかのようなデザイン。はい、ストップ。全体的には、ソフトなデザインになったな。コンセプトモデルのイメージをうまく引き継いでますね。オレンジの電源ハーネス向き出しは感電しそうで心配でしたが、CE04 ではなくなってますね。一安心です。コンセプトで特徴だったフラットなシート、横に開くメットインスペース、平気っぽさのあるデザインは健在だな。それじゃ、スペックとデザインを見ていくか。3. デザイン。標準カラーはマゼラングレイメタリックとライトホワイトユニの2色だ。どちらもオレンジが効果的に使われてますね。BMW の電動バイクのテーマカラーかな？エクステリアは、パネルを貼り合わせたような造形だ。ウィングレットみたいなデザインが未来的ですね。それに、胴体部分もまっすぐで、安定感がありますね。だな。この部分にバッテリーが格納されてるぜ。シートも面白い形ですね。これは、ライダーの体格を選ばず、バイクへの乗り降りを容易にしたシートだ。オプションのコンフォートパッケージには、背もたれ付きベンチ、シートヒーター、グリップヒーターが装備されるぜ。で、このオレンジのアクリル板ですが、スマホスタンドかな？HUD 的なものかと思ったけど、そういったフィーチャーは探せなかった。単なるスクリーンっぽい。大きいスクリーンもある。これだ。車体とのデザインとのギャップを感じますね。それは霊夢が凡人だからだな。ちょっと先取りしすぎてません。で、フロント周りだが、ヘッドライトがちょっと大きくなって、市販車的形に落ち着いたな。デイタイムランニングライトと、オプションでコーナリングライトが装備できるぜ。リア周りも、コンセプトモデルのスッキリしてたデザインから、メカメカしい造形に変わってる。特徴的だったモノサス、肩持ちホイールは健在だ。ブラックのホイールですが、よく見るとオレンジの模様が見えます。これって光ってるの？いや、残念ながらこれはデカールだ。オプションのインテリアステッカーの一部だな。オプション。コンセプトモデルのデフィニチオン CE04 そっくりにできる、インテリアステッカーセットってのがある。主なら問答無用でお買い上げなオプションですね。メーター周りは完全に変わってますね。コンセプトモデルでは IH クッキングヒーターだったからな。このメーターは BMW のプレミアムモデル、R1250RT で装用されてるメーターと同じだ。最近は横長ディスプレイが流行りなんですね。コンセプトモデルではタッチパネルでしたが、CE04 は？非タッチパネルだ。あ、ちょっと残念。4. スペック。
動力性能。コンセプトモデルのデフィニティオン CE04 では、1日の移動距離が12キロを想定してる、ってありました。大都市における近場への移動手段って割り切ったモデルといっても、これだと全然足りないんじゃないのでしょうか。それに、このスペックなら電動自転車の方が気軽に使える気がしますよ。いきなり正論をぶつけてきたな。これは BMW が描く未来のオートバイを、現代の技術と解釈で作り上げたものだ。男のロマンだ、ドリームだ。そんなに急がずに、家庭を楽しもうじゃないか。ロマンよりも走行距離です。CE04 ではどれぐらいに伸びたの？フル充電で130キロの走行が可能だ。一安心です。スペックは機械翻訳で済まないが、モーター出力は 31kW、62N だな。約40馬力程度ですね。国産だと CBR250RR とか、ZX25R などのクラスレベルの出力ですね。トルクは2倍以上あるけどな。さすがモーターだ。仕様をよく見たら、モーターは水冷って書いてありますね。バッテリーも水冷なんですか？いや、バッテリーは空冷だ。あら。バッテリーを水冷化にするメリットはある。バッテリー温度を一定にし、安定した性能を発揮する、劣化スピードを抑えるとかな。なので、車だと水冷式が多くなってきましたよね。バイクには採用しないのかな？技術的に確立されてても、まだ量産バイクで採用できるブレイクスルーを迎えてないんだろうな。で、充電はどうやってするの？ハンドル下に充電コンセントがある。普通なら収納ボックスがある部分だな。ここだぜ。バイクもワイヤレス充電できたらいいのにね。ま、いずれそういう時代も来るだろうな。電子制御&支援機能。電子制御や支援機能を見ていくか。一気に行くぜ。ドライブモード、エコ、レイン、ロードの3つだ。 ASC、 アクティブスタビリティコントロール。急加速時に前輪が浮かないように出力制御を行うぜ。 ETC、 ダイナミックトラクションコントロール。タイヤの空転を察知して効率よく駆動トルクを路面に伝えるぜ。アダプティブコーナリングライト。バイクの傾きを感知し、ライトがコーナー奥まで届くように光源を調整するぜ。10.25 型 TFT ディスプレイメーター。横長でかっこいいですぜ。 BMW のトラッドコネクテッド。バイクを通じてスマホの機能を利用できる。電話、ナビ、音楽を聞くことができるぜ。しかし、ナビ機能には日本国内の地図は含まれておりませんので、メーター上に表示させることはできませんぜ。キーレスライド。いわゆる一つのキーレスエントリーだぜ。電子式リバースシステム。バックギアがあるってことかな。詳しく調べられなかったぜ。USB 充電付き、スマートフォン収納グローブボックス。防水性と通気性を兼ね備えてるぜ。サイズが気になるところだが、素晴らしいぜ。と、こんな感じだな。流行りの機能は一通り装備されてますね。価格。国内価格は未発表だ。ちなみに C エボリューションの日本国内価格は159万9千だ。これがベンチマークになると思う。BMW のスクータークラスで比較すると、93万円からの C400GT と同じぐらいの性能ですね。さすがに100万は切ってこないと思うから、C エボと C400 の間ぐらい、120万ぐらいじゃないかって予想する。あと BMW のバイクは、なんとかパッケージオプションってのがあります。オプション一式をまとめたセットオプションです。セットによってはもっと高額になるかもしれませんね。も、ライバル比較。じゃ、ライバルらしいライバルはいないけど、ライバル比較だ。ホンダからはジョイロイ、PCX エレクトリック、ハーレーからライブワイヤーだ。主要用メーカーの電動モデルを揃えたって感じですね。では比較用、ドン。じゃ、まず値段から。ま、ダントツ低価格はジョイロイだな。ハーレーも BMW も、なかなか良いお値段で。電動モデルへの取り組み姿勢が、パッキリ分かれるところだな。シート高は、車格に合った高さになってるな。これはバッテリー容量と関係ありそうですね。CE04 は既存のデザインにとらわれないので、容量と乗りやすさを両立させてます。低重心だし、容量も大きいしな。電動とスクーターってのは、相性がいいのかもな。バッテリー容量と走行距離だが、各社の計測条件がバラバラなので比較しがたい。主には電気の知識がないから。おう、さっぱりだぜ。なのでこのあたりの数値は参考値ってことで。リーフ乗りの主から見たら、外出先での使い勝手はライブワイヤーが一番だな。なんで？イオンや高速に設置されてる電池スタンドには急速充電モードがある。この中で急速充電モードが使えるのはライブワイヤーだけだ。ま、大した比較になってないけど、こんな感じだな。正直なところ、生活の中に電動バイクが入ってくる感覚は、まだまだないですね。そうだな。せいぜい電動自転車だな。今後、電動化の流れは加速して、このジャンルが賑わうことは約束されている。BMW やホンダも内燃機関を電動化することを発表してますしね。それじゃ新型バイクニュースも、新型電動バイクニュースになる日が来るのかな？さあ、どうかな？その時期まで、チャンネルが存続していることを切に願って。というわけで、今回は以上だ。それでは、速報版はこの辺で。See you!